東京都選挙区公明党の政見放送です。お話は代表山口夏男さんです。公明党代表の山口夏男です。私たち与党は新たな提案をします。 消費税率10%への引き上げを1年半延期し、再び延期することなく、2017年4月に必ず実行する。その際は、軽減税率を導入する。そのために、経済再生、デフレ脱却をさらに力強く進める。これを引き続き自公連立政権に委ねていただきたい。今回のの衆院選はその是非を問う 政権選択の選挙です国民生活に大きな影響を与える消費税率引き上げ延期については来年国会で法案を審議することになりますこの重要な決定についてあらかじめ国民の真を問い理解を得て進めていくことは民主主義のプロセスとして大切なことですアベノミクスが失敗したと批判する野党がいます しかし、実際、雇用は改善し、仕事に就く人の数は、民主党政権末期より100万人以上増えました。失業率は下がり、大卒、高卒の就職内定率も上がりました。そして、公明党の提案で、政府と企業の経営側、労働側による話し合いの場が設けられ、賃上げへの流れが生まれました。その結果 賃上げ率は過去15年で最高となりました長く低迷した日本経済にようやく光がさしてきたのですただ物価の上昇に賃金が追いついていませんそこで消費税率引き上げを延期してその間に賃金上昇をもっと進めて物価の上昇に追いつき追い越せるようにしていくのですさらに公明党は 景気回復の光がまだ十分に届いていない地方や中小企業、小規模事業者個人の家計への支援を進めます消費税率引き上げの延期で社会保障の財源が心配だとの声も聞かれます8%への引き上げで得られた財源や景気回復による税収増を活用し来年度から始まる新たな 子ども子育て支援や、介護職員の処遇改善、認知症対策などを優先度に配慮しながら実施していきます。消費税率10%までの2年半、公明党はまさに排水の陣で実感できる景気回復を実現し、財政再建も進めます。生活者の声を政治に反映させるには、公明党が必要です。公明党に ご支援をお寄せください公明党は消費税率を10%に引き上げるにあたっては、それと同時に軽減税率を導入することが不可欠だと一貫して訴えてきましたその結果、17年度に軽減税率の導入を目指すことで自民党と合意しました少子高齢化が急速に進む中で 弱い立場の人々を支える社会保障を守り抜くには消費税率の引き上げが必要ですこれは大半の政党が同じ認識でしょうでも消費税率が10%と2桁になればやはり懐に響きますせめて食料品などは軽くしてほしいというのが生活者の本音ではないでしょうかどの世論調査でも軽減税率導入に 8割の人が賛成しヨーロッパなど世界各国でも長年定着しています与党で決めたのは軽減税率導入を目指すところまでです消費税率引き上げと同時に軽減税率を導入するには唯一その実現を訴えてきた公明党が頑張らなければなりません軽減税率導入には国民の皆様の後押しが必要です だから、公明党を勝たせていただきたいのです。先の国会で地方創生法を成立させました。地域の潜在力を引き出し、産業を育て、仕事を作り出し、景気回復を全国津々浦々まで行き渡らせるには、そこに住む人に焦点を当てて、着実に進めることが重要です。地域密着のネットワークを持つ公明党が 地方創生のエンジン役となります東日本大震災からの復興加速も最重要課題です公明党は国会議員が率先して被災地に足を運び地元議員と連携して生活再建に取り組んできました避難生活を余儀なくされる人々が当たり前の暮らしを取り戻すためこれまで以上に 被災者に寄り添ってまいります今年は地震や火山噴火土砂災害など自然災害が頻発しています公明党は避難所となる公立小中学校の耐震化をリードし2002年度には44.5%しかなかった耐震化率を来年度でほぼ100%にしますこれからも 災害に強い国づくりへ党を挙げて取り組みます今回の選挙はどの党が生活者の声を汲み取り暮らしの安心を守り支えられるかも問われます今の政治に必要なのは生活者の声です国会議員・地方議員が連携し小さな声に耳を傾けている公明党こそ生活者のための政策を 推し進めることができます例えば、先の国会で成立した外国漁船のサンゴ密漁を防止する法律は、小笠原村の人々の切実な声を受けて実現させたものです。公明党から取締りを強化する法改正を提案し、スピード実現したのです。そして、一斉取締りをした結果、外国漁船は退去していきました。 現場の声を汲み取り、手を打てる、そういうネットワークが生きているのが公明党です。10月から始まった水ぼう予防ワクチンと成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化や、国民の3人に1人が負担軽減となる高額療養費制度の改善、ドクターヘリの拡充も実現しました。また、公明党には、 国民目線に立った判断で、政権運営や政策が極端に走ることのないよう、バランスを取る力、そして合意を作る力があります。先の安全保障をめぐる閣議決定においても、自民党と粘り強く協議した結果、平和国家として専守防衛に徹することや、武力行使の厳格な歯止めを盛り込み、憲法の枠を超えないことを明確にしました。 生活者の声を受け止めて政策を実現する、そして国民の目線で合意を形成し、政治を前に進められる公明党が与党にいればこそ、日本の政治は安定するのです。最後にもう一度申し上げます。公明党は実感できる景気回復と、被災地復興、安心の社会保障をやり抜きます。 消費税への軽減税率も実現します公明党にご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます東京都選挙区公明党の政見放送でした